皆さん、こんにちは。西庵防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。みんな大好き、三峡ダム。このチャンネルでは、中国三峡ダムの最新情報と、気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほど、よろしくお願いします。9月30日、地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点で水位は 168.97m。 おとついと比べると 52 cm の上げ。前回、1ヶ月ぶりに大きく下げたとお伝えしたところですが、再び上昇トレンドになっています。ダムの貯水側から見ると水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の夜9時の時点で、上流の観測所での流入は毎秒1万4300立方メートルで、三峡ダムは毎秒2万立方メートル。このため、ダムの直近と南側の川で増水した量の合計は毎秒5700立方メートルと推測されます。おとついと比べると、三峡ダムの流入量はまた増えています。一方、今朝8時の放流量は毎秒1万6000立方メートルです。単純計算ですが、52% 程度の発電状況で、17基前後の発電用水車が回っていると推測されます。おとついは 80% 近くの発電状況でしたから、激減ですね。中国湖南省水門局のデータを確認します。今月に入ってからの三峡ダムの流入と放流の状況になります。流入量のピークは超えて、減少傾向が続いていましたが、再び微増となっています。後で触れますが、ウィンディーでは今後強めの雨が予想されているため、ダムへの流入は増えるものと推測されます。一方、放流量は、あちらの官製メディアが報じるところによると、フル発電になっていたということで、高い水準での放流が続いていたものの、直近では減らしたようです。これにより、入ってくる量の方が多くなったため、再び水位は上昇トレンドに。フル発電は、年に一度の思い出作り、いや、実績作りが主目的ですから、タッチして終了ということになるでしょう。このため、放流量が高水準になる可能性は、しばらくなさそうです。次の目標は、おそらく175メートルまで上げること。水位が下がって、がっかりしていた派の皆さん。また、上がりつつあるようですよ。西庵チャンネル。さて、先ほど、三峡ダムではフル発電になったという記事をお伝えしました。しかしながら、当チャンネルとしては、その内容にしっくりきておらず、何かモヤモヤしたものを感じています。それは、本当にフルで発電したの、ということです。というのも、いつもお示ししているこの図。地上に設置された26基のタービンと、地下に設置された6基、そして管理用の2基。すべての水車が回って 100% の出力に到達するには最大3万1000立方メートルの発電放流が必要なはず。しかし26日のデータを見ると最大でも2万4000です。さらに記事の中では現在開催中のアジア競技大会へ電力を供給しているとあります。ならば開催期間すべてに供給することになると思うのですが、なぜだか昨日には出力を下げています。アジア大会は10月8日まで開催されているんですがね。このあたりの整合性が全く取れていません。まさかとは思いますが、クリーンエネルギー大貢献の宣伝のため、フルの出力まで到達していないけれど、三峡ダムではわざわざ34基すべてのタービンを稼働させました、なんてオチにならないのか。過去の記事、そしてデータを含めて、現在審議中です。詳細がわかり次第、また動画でご紹介したいと思いますので、しばらくお待ちください。ウィンディーで直近12時間の実績を見てみます。今朝8時までの状況。ダム上流の南側で雲が湧き立つ様子が見られます。規模は小さいため、今のところダムの流入に大きく影響はなさそうですが、すでに増水しているので注意は必要です。もう少し範囲を広げてみると、フィリピンの東側に怪しげな雲の塊が見られます。次に、向こう1週間の予想を見てみましょう。水色で囲ったダムとその上流地域。かなり強めの雨が降ったり止んだりを繰り返し、これはまた急激な増水になるかもしれません。数日前に台風の可能性があったものの、途中消えていた台風の卵。24時間以内に台風14号になるのではないかと言われており、赤い塊が中国沿岸部に向かってくる予想となっています。
広東省や香港あたりはまた、えらいことになりそうですね。台風そのものが三峡ダムまで来ることはないでしょうが、熱帯低気圧に変わり、北上してきたら、湿った空気を伴うため、大雨の可能性も考えられます。かなり注目です。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国の駐日大使、経済協力の重要性を強調、日本からの投資呼びかけ。アベマタイムズが伝えています。記事によると、中国の建国記念日を祝うイベントが、都内で開かれた模様。処理水放出をめぐる問題で関係が冷え込む中、中国の呉駐日大使は、経済協力の重要性を強調し、日本からの投資を呼びかけたそうです。経済成長に自信を示し、中国は決してデカップリングをせず、常にオープンだとして、日本からの投資を歓迎する、と強調しました。イベントには、自民党の二階元幹事長や、公明党の山口代表ら、政財界などから、約1400人が参加。以上、中国の駐日大使、経済協力の重要性を強調、日本からの投資呼びかけ、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少し。経済協力の重要性を強調し、日本からの投資を呼びかけたとのことですが、そんなにお困りなんでしょうかね。改正反スパイ法の施行で、外資は逃げていくばかり。泥船に乗るほど、外資もお人よしではないはずですが、日本には、まだその船に乗ろうとする、アンポンタンな仲間たちがいるようです。そしてちゃっかり、あの人や、あの人も出席して、わかりやすいですね。参加者が、1400人もいるんですから、大盛況。駐日大使は、経済成長に自信を示した、と記事にありましたが、どの数値を見てそんなことを言えるのかという印象です。大事なことは、関わらないこと。これも劣気とした、リスク管理の一つです。巻き込まれるのはたくさんですから、非接触が一番ですね。ところで、アステラス製薬の幹部は招待されたのでしょうか。日本の気象状況について確認します。こちらは、午前8時までのレーダーの実績。ご覧の通り、北日本の日本海側を中心に、雨雲が流れている様子がわかります。西からは、大きな雲の塊が東に進んでいます。ニュースを見ていると、午後から全国的に、天気は下り坂のようですね。さて、宣伝となり、大変恐縮なのですが、ダム探訪、電車と徒歩で行く、というチャンネルも運営しています。おかげさまで、登録いただいた方が、1500名を超えました。実際に日本のダムや滝、それに水辺を訪問。その魅力をお伝えしているので、ご興味のある方は、概要欄のリンクから遊びに来てください。西安ツーリストです。今回は、発電設備について少し。こちらは、上からダムを見た時のもので、それぞれの数字は、ゲートの数を示し、このうち水力発電は、水色の矢印のところが対象となります。これとは別に、画面一番右には、管理用の発電設備があり、ダム操作に伴う機器に、電力を供給するためのものです。5万キロワットのタービンが2基設置されています。メインの発電量は、それぞれ70万キロワットと、当時としては世界最大級でした。全部で32基あります。原発で言えば、30基くらいに相当。ダムの停滞部分が、ダム発電所。山の中に設置された部分が地下発電所と、彼らは呼んでいるみたいですね。ちなみに、ダム発電所のタービンは、アメリカ、ゼネラルエレクトリック社製であり、カナダ経由、船で運ばれました。つまり、当時の中国の技術力では、自前でタービンを作れなかったため、輸入したことになります。三峡ダムを世界一と誇るあちらの官製メディアですが、実のところ、中身は外国製、そしてアメリカ製ということは、ひた隠しに隠しています。後から作られた、地下発電所のタービンは、そのアメリカの技術をパックリ言っちゃって、国産タービンとして、誇らしげにニュースの中で発表されたのは、言うまでもありません。地下発電所が、商用運転を開始したのは、2011年5月から。その時のニュースの記事で、設計上、ダム発電所の入水量の合計は、毎秒2万5000立方メートル。一方、地下発電所の入水量は、毎秒6000立方メートルと報じられています。また、毎年8月頃に点検を兼ね、すべての水車を回して、フル発電するというニュースが流れます。ですから、あちらの報道を信じるのであれば、マックスで、毎秒3万1000立方メートルの水が放出されることになるかと思います。年間発電量でいうと、単一のダムとしてという前提があるものの、南米のイタイプダムと世界一を争っている模様。最近、三峡ダムの上流には、巨大4連ダムがすべて完成し、これらのダムの目的は発電がメインです。そのため、三峡ダムが、
フルで頑張るという機会は今後少なくなっていくのではと勝手に推測しています。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたらグッドボタンを、もう一つやなぁと思われましたらバッドボタンをお願いします。 YouTube のロジック的にグッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますがどちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。